はい、皆さんこんにちは、今月はひまわりを入れたフラワーアレンジメントを制作していきます。このひまわりを入れたフラワーアレンジメント、7月8月の、課題のアレンジの中の一つですが、まあ、7月8月はですね、皆さんもお分かりかと思いますが、ちょっと暑い時期ですので、なるべく日持ちのするお花ですね、花材を使ったアレンジメントを制作していきたいと思います。また秋になりましたら、少しねまたこう紅葉とか、違った雰囲気のものになっていくと思いますが、今回はひまわりを入れたアレンジメントを制作していきます。では花材紹介からいきましょう。どうぞ。左からこちらがネザーリーフファンですね。でこちらこれがモンステラです。でこちらが黄色いカーネーションですね。そしてこちらがですね、ピンクのスプレーカーネーションです。でこちらがひまわりですね。でこちらがグリーンのアンセリウムです。そしてこちらが、キキョウランジ、ごめんなさい、ニューサイランっていうですねリーフですね。そして、こちらがですね、今回使用する器です。はい、それでは始めます。先ほど言い忘れましたが、こちらのホチキスですね、ステープラー、こちらを、今回はアレンジでは、利用します。このホチキスはですね、割と道具としてよく使えますので、一つ自分の使いやすいものを、買い揃えておくと良いと思います。ではまずこちらの器ですね、こちらにお花を挿していきます。一番最初に、このモンステラですね、これを入れます。割とこう短めに入れてしまいます。こうですね、でモンステラはですね、こう右向いてる葉っぱと左向いてる葉っぱがありますけど、まあそれでその向きによってですね、今回のアレンジ右に向いたアレンジにしてしまってもいいですし、左に向けたアレンジにしてしまってもいいです。今回この葉っぱはね、ちょっとこう左向いてるので左向きに使用いたします。モンステラが入れ終わりましたら、次はひまわりを入れていきましょう。ひまわり大体50センチぐらいの長さで一番最初のひまわりを刺します。そしたらですね、そのひまわりよりも少し短めにもう1本ですね刺します。このような状態ですね。そしたらもう1本のひまわりを短めに、このような状態で刺します。その時に、まあ、ポイントとしてはこの1番目のひまわりと2番目のひまわりが同じ方向をあんま向かないようにした方がよりナチュラルにお花を見せることができます。その次にですね、このアンスリウムをですね入れていきます。アンスリウムはこの2本目のひまわりスタートですね。場所としては2本目のひまわりとこの3本目のひまわりのちょうど間ぐらいですね。アレンジメントの中心地にポンと入れてありますね。で大きいお花をこのアレンジの中心に一つ入れることによって、このアレンジはぐっとこうまとまって見えるような効果があります。その時にもうもっとね強烈な色のものを入れてもいいんですが、少しこうグリーンとかですね、花は大きいけれども色の強みのないもの、少ないものを
入れることで、くどくアレンジメントがくどくなりすぎることがなくなります。その次にですね、このレザーリーフファンでこのアレンジメントのね、今こうフォームが開いて、このようにフォームがですね見えてしまっている部分がありますよね。こういう部分を少しこう隠していく作業をします。これをファンデーションワークと言いますね。このファンデーションワークをする葉っぱはですね、割と目立たないように刺していきますので、こうあまりこううんと飛び出さないようにしましょう。このような状態になりますね。ファンデーションワークが終わりましたら、次にですね、この乳細卵を入れていきます。この乳細卵ですね、いろいろな使い方ができるんですが、まず1本目はですね、このように高く出していきましょう。その時に乳細卵、このように長さを切ります。切りましたね。でこのまんまフォームにこう刺すとですね、この幅でフォームに刺さなければいけないので、この吸水性スポンジですね、にダメージを大きく与えてしまいます。なのでこういう葉っぱの場合は少しここに切り込みを入れて、このように押さえてですね、ダメージを受けさせる部分をですね少なくしてから刺していきます。こうすることによって、オアシスがグズグズになってしまうことを防ぎます。このような状態になりますね。そしたらですね、2本目3本目ですね、これはですね少しこのまんまこの太さのまんま入れるんではなくてですね、これを半分に裂きます。これを N フラワーデザインスクールの裂くというテクニックですね。刃物のテクニックの中で裂くというテクニックです。太さがこう変わったのが分かりますかね。したらですね、これを丸めてですね、丸めた時にこう二重に丸めるとか、まあ、はたまたですねこう三重に丸めていくとかね、三重に丸めていくとかいろいろと、やり方はあると思うんですが、でもこの辺はですね、ご自分の好きなように丸めていってほしいと思います。こういうのはもう遊び心の一つになりますので、こう丸めたものをですね、このホチキスで留めていきます。でそれを留めた時にこう平行に繊維と平行に留めるとですね、裂けやすいんです、葉っぱが。なので少しこう斜めにですね打つといいと思います。でこれも同じように長さを整えて、ダメージを受ける部分を少なくして刺していきます。でしばらく同じ作業を続けてみましょう。はい、このようになりますね。こう乳細卵を入れた後にですね、こうだいぶこう遊び心がですね出てきたの分かりますかね。この葉っぱを丸めるとかこういう作業はですね、すごいこうアレンジメントを可愛く見せたりとかですね、かっこよく見せたりとか、そういう効果がありますからね。ぜひこの丸めるという
はよく覚えておいてくださいね。それでは次にですね、このカーネーションの黄色をですね入れていきましょう。もうこれはですね、根元の方に入れる部分と少し高く入れるものと入れていきます。まず1本ですね、少し高めに入れます。高めといっても、ひまわりよりうんと高くするんではなくてですね、この辺りの位置に入れます。で、2本目、3本目はですね、もうこの位置、そしてマンスリウムの下の位置ですね。この位置に入れていきます。割と全部ね、もうアンスリウムで花が全部見えることはないんですが、こういう感じでチラリズムでこう見せていくというのも、フラワーアレンジメントのをきれいに見せる醍醐味となっていきます。はい、それでは最後にですね、このスプレーカーネーションのピンクですね、これを入れていきます。これを入れるときにですね、注意が必要なんですが、こう枝先になってますから、この枝をですね、こう取っていきます。で、一番いいやつはですね、こう長く取っておきましょうね。で、パーツに、それぞれのパーツに分けて、揃えていきますね。基本的に、それほど色合いでもですね、主張しすぎることはありませんので、思いっきりね、長く刺してしまっても問題はないと思いますね。で、短くしたものはですね、こう短く埋めていきます。こちらでアレンジメントの完成です。全くこうですね、同じように刺そうっていうことではなくて、まあなんとなくこの形にね、似せていくことから始めていってもいいと思います。また、ちょっと経験が、豊富な方はですね、もうこの形にこだわらずに綺麗にこのテクニックを使いながらですね、アレンジしていってもいいと思います。今回のこの制作したアレンジメントの形はですね、 N フラワーデザインスクール縦型一点集中型というアレンジです。というのはですね、一つの視点、挿し点ですね、ここの器にの一点の点に対して全ての花材が一点に向かってこう挿したのものを一点集中型と言います。まあ縦型一点ですね、一番基本的な形になりますので、よく覚えてくださいね。今回のですね、このひまわりを入れたアレンジメントはこれで制作は終了です。ぜひですね、まあ見てやってみたいという方はですね、ぜひ花材を、揃えてですね、制作をしてみてください。では今月の課題をこれで終了いたします。ありがとうございました。